ートを彩るラウンドガールを紹介します。大いに声援の方よろしくお願いします。さあ、それではまず最初に登場してくれるのはヒカルちゃんぜ。さあ、やってまいりましたヒカルちゃん。次に先生の上から90、58、87、やってまいりました。そんなひかりちゃんを皆様応援の方よろしくお願いいたします。さあ、それでは続きましての紹介は宴ラウンドガールとしてすっかりお待ちに、まさちゃん。さあ、やってまいりました、まさちゃん。今日は80、50、80、20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 0、50、80、
さんに皆様声援をよろしくお願いいたします。ふたけランドガールの27歳、大人の色気がムンムン漂う、明るく元気でちょっぴり天然な大人たち。さあやってまいりました、マーサちゃん、お会いの方よろしくお願いいたします。さあそして続きましての登場をご紹介しましょう。ご紹介するのは、ふたけランドガールといえばこの人、セバスチャンの子供だ。さあ皆さん、セバスチャンの方よろしくお願いいたします。セバスチャンがやってまいりました。小さい頃から86、56、86、
終わりかい。はい、シャータカンタ、チョウチョ、お花、やべえやつだよ、社長。ありがとうございます。そんな並びじゃ、拍手をよろしくお願いします。ねえ、蝶々そっくりでしたね。ねえ、泊まりたいくらいですもんね、セナちゃんにね。泊まりたいくらいなんで。ラベンダーね。さあ、それでは続いてご紹介しましょう。セナちゃんです。よろしくお願いします。はい、いつもの元気な感じで、あ、今日はそういう感じで行くんだね。セナちゃん。バイオレット、セナ。バイオレット、セナが来ましたよ。あ、そんな感じで行くんですね。バイオレット祭り始まっちゃいましたけど、そんなセナちゃん、応援の方よろしくお願いします。さあ続いて、あれ、アイカリー、これ見たことある感じの、あ、そうだ、ミカチュウだもんね。あ、ポケモンとか好きだったりするの？ちょっとせっかくなんで向こうにもピカチュウもらってもいいですか？ピカチュウ。ピカチュウ、そんだけ2人でね、やってくれるんだね、今日はね。そんなアイカリー、ぜひともよろしくお願いします。さあ続いて、マーサちゃんとヒカルちゃん、よろしくお願いします。あ、今日は同じコスチュームだけど、サムライだ。サムライだ。切るぞ。下切るぞ。俺なんだろう、すげえ汗かいてんだけど。え、ヒカルちゃんは？悪大感だ。悪大感が出た。あるよ。え、そんな感じのキャラクターでやろうとしてるの今日？あ、そうなんだ。で、それで、なんか練習とかしてきちゃったりしたの？あ、ちょっと。あ、じゃあもういいや。自己紹介の方して。イチゴ。2個。あ、イチゴ2個。可愛らしいね。可愛らしい。あ、3個出てきた。4個。あ、みんな自由だな。あ、行かないんだ。行かないんだ。あ、じゃあ。5個。なんか、エグザイルみたいになってる。ジェ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 今日は宴でもおなじみの、クールビューティードエスのひかるちゃんの誕生日です。やったー。午前0時を過ぎたら一番に届けよう。バタ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 。じゃあせっかくなんでね、一言もらえますかね。まさか祝ってもらえると思ってなかったので、とても嬉しいです。一日でもよろしくお願いします。ありがとう。改めてひかるちゃんの誕生日、皆様拍手をよろしくお願いします。おめでとう。さあ、そして今日はそんなラウンドガールたちを可愛く素敵に仕上げてくれたのは、東京立川にありますトータルビューティーサロンソルシエール様。ネイルサロン、まつげエクステ、ヘアメイクまで手掛ける、まさにトータルビューティーサロンでございます。立川近郊でネイルサロン、まつげエクステ、ヘアメイクなどを探しの時にはぜひともお立ち寄りください。そして先ほどから申し上げてますけども、本日はラウンドガールたちの人気投票を行っております。皆様お手持ちのチケットの左側のピンク色の部分がですね、投票券となっておりますので、そちらのをちぎっていただきまして、自分が応援したいぞっていうラウンドガールの箱にどんどん投票のをよろしくお願いします。20試合終了までとなりますので、ぜひともよろしくお願いします。
でございまして、以上本日宴の彩るラウンドガール紹介でした。